アメリカ側は安倍総理の訪問をどのように受け止めているのでしょうか。中継です。ハワイは今休暇のシーズンで、私の後ろに見えるこのワイキキのビーチにも多くの人たちが集まっています。そしてこちらが今日のハワイの地元紙一面です。この安倍総理の真珠湾訪問について速報で伝えています。そして地元のテレビもですね、今回は速報で安倍総理のハワイ入りを伝えています。今回の訪問は残虐な戦いの後、同盟国としての関係を築き上げたその変化の象徴だとする一方で、日米の関係がここまで来るのに70年以上もかかったということだと、和解は簡単なことではなかったということを強調しています。また別の新聞では、オバマ大統領と同様に次期大統領トランプ氏とともにも強硬な関係を築きたいと望んでいることの表れだと分析しています。そのオバマ大統領なんですが、16日からハワイ入りしています。今日は別荘近くのゴルフ場で自らカートを運転し、趣味のゴルフを楽しみました。パットを決めて喜びのガッツポーズをするなど、任期最後の冬休みをリラックスして過ごしています。アメリカのメディアの中にはですね、今回の訪問を単なる異例ではなく、何か戦略的に重要な意味が別にあるのではないかと分析するメディアもあって、それだけ今回の安倍総理の訪問に注目が集まっています。